よう TV 始まんで。はい、どうも、よう TV 始まりやした。ということでね、本日は一応リアタイの今プラチナランク2まで来てんねんけど、ちょっと3まで持っていくに残り何試合かな、多分4連勝か5連勝やったら上がるとこまで来てて、ちょっと最近ね打てないということでね、打撃をテーマにして試合をしていこうかなと思いやす。ということでご覧ください、どうぞ。け続いていたんで、ちょっと残量になるか、ちょっともう最後までね息切っちゃおうと思いやす。もう今日はリアタイ三枚や、残りの試合も全部。山岡対山岡。で、打率も相手は高い。で、こっちは打率は低い。勝率は向こうは高い。こっちは防御率高い。防御率 1.11 ってさ、ダルビッシュのさ、2011年代の記録じゃない？それぐらいな。ほんで全部極めちゃうよ、どうせ。違うか。まあ、マジで打っていくから、ちょっと見といて。頼むよ、マジで。で、こっち高校かい、運の悪いことに。いや、マジで頼むよ。やばいな。これ多分高め。これは多分抑えれるやん。さあさあさあ、いきなり持っていこうとしてんな、この人。悪い子や。わははは、いかれた！ふっ！ホームラン打たれた。やっぱ俺、投球術下手なんやな。多分、見てて思わみんな。なんかアドバイスあったらちょうだい、普通に。あー、先頭出しホームラン行かれた。バズーカやって。大体この外角のなスライダー絶対ゴロになるよ。ほら、ミスソスチール。はい。で、今多分外角に頭ね、行ってるからね。多分打たれたストレートはこんやろうと、相手は思ってるから、これまずボール球ね、仕掛けて。これまずボール。んだら、ここで縦カット。これも危ないんやけど、これもう投げるしかないわな、ここや。だからボールやろ。で、ギータちょっと引っ張り。ここで引っ張りかけて、これで引っ張ってもらう。引っ掛けるよ。引っ張り、取れる。オーケー、ま、正面。ま、1点やったら大丈夫かな。で、こっちも山岡を担当あかんから、向こう守備強いな、ガチガチの B、C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 、A、A、A、言うて。もう頭ぶっ壊れてるから、最近。よし、山岡打っていこう。ほんだら。まあ、絞り玉は、スライダー。うん、先ね、こっちもてっちゃんストレート打たれたから、こっちも打ち返して、ご褒美にくれたんかな、ストレート。まあ、向こうの方が一枚上手やったけど。さあ、行くで。ノリチカ頼むよ。おい、うわ外野前進やって、ノリチカやっぱ乳首やな、お前。お前、ザコイは乳首。塗り乳首。OK。山岡マジでザコいな。打ちやす。ドゥ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 。柳田頼むよ。ゲットシフトに知り上がった。スライダーやな、多分。ホームランやったな、今。やばい。思ったら多分打たな、自分で。まあまあ、犠牲フライで1点同点か。まあ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 。頼むよ、骸骨。骸骨言わせんな、俺も。言いたないねん、こっちも。スライダーか。うわ、こっち来て欲しかったな。ストレート来るとは思ったけど。オッケーオッケー。ちょっとスライダー多めになると思う、これ多分。オッケー、今日は骸骨言わすねよ。オッケーオッケー。黒玉も頼むぞ。黒玉言わすなよ、ほんまに。ああ、もう黒玉これやから、ほんまに。ちょ、打順変えてこよ。マジで黒玉あかんな。アフリカン黒玉はあかんわ。アフリカンな黒玉ちゃんはダメやな、やっぱ。よしよし。まあ、ここをゼロで抑えるか、1点取られるかで、もう全然違うからね。よし、ここマジで行こう。お、おごさわれ。打つとこと一緒ちゃう？ちょっと似てんな、打つとこと。ガッツより多分、高橋周平が守備いいよね。だから多分そこで使ってんのやろうかなとは思うんやけども。あんまりストライク入れにいかんでもいいよ。うん、そういう感じでいいよ。で、この辺に多分スライダー投げれば、
自然と引っ掛けてくれるやろ。 OK 注文通り。甲斐は甲斐代打出さんねん。 OK これマジででかい、これマジででかい、これ勝ったよ、勝ったよっていうか勝たんとやばいんけど、勝つよマジでやばい、連勝記録が。もう行こう、こっちも小笠原からや。あれ僕ってさ今守備入らんかった、なんでバットとヘルメット持ってんのって。それ打つためやお前、頼むぞ、慌てんな、ストレート来るぞ、しゃあ。お前マジで最高、この人でも大体2球目ストレート来るな。人間的なね分析力俺めっちゃ高いんよ、やっぱ気違いのやつって1個ね取りやんねん。多分これタイピンのピッチャー来んねんけど、誰やろうな、タイピン、宮西か加山か。タイピン使わんかったね。オッケーオッケー、むしろラッキー、加山で、加山でラッキー。まあタイピンついたけどこっちはもう代打やからな、正味そんなん関係ない。よし外で行こう。まあスライダー投げられたら結構詰まったらめんどくさいなとは思うけど、オッケー。でスライダーも5やろ、菅野とそんなに変わらん。オッケーオッケーオッケー、見えてる見えてる、シュートサークルチェーン、これもう1点入ったやろ。えっ、見て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 てよ見ててよ、あ見れやんのかい、飛ばされた飛ばされた。外かっこええな。やっぱ、外だけに外の球打ち見たらあんなことになんねん。あっちの守備誰、坂本か。坂本あんな守備上手かったっけ。で、タイピン上がってるから、ここはもう代だよね。でも、浅村で行こう。決めてくれ。OK、まあええや。元は正隆出したかったんやけど。あ、引っ掛けたわ。走れる。オッケー。ありえるよ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 。まさたか決めに行こう。頼む、まさたか。まさてか、頼むよ。まあ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 、減らされても。まさか頼む。タイピンはついてないから大丈夫。行ったんじゃ？あかんわ。お前ほんまゴミやな、まさたか。ヒット数エグいやん。何がよっしゃ。怖いなぁ。うわぁ、まずいね。こっちタイピンからやから、まあ、宮西使おう。やばいなぁ。ピンチやで、ピンチ。お前、ハンデ発動せんのかい？笑かしてくれるよ、ほんま。こりゃからザコは困んねん。ほんまにザコやな、お前。オッケー。ザコはザコや。ほんまに。危ないな。この辺高さ調整効いてるとか思わんかな。あえてのストレート。よし、よし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 。これはでかい。なんでタイピン使うのお前。ほんまに気持ち悪いんやけど。心底キモい。心底思ってる。ああ、やばい、やられた。ああ、やられたな、これ。これやばいな。こんなついても今頃しゃあないて。今頃遅いって。撃たれてからやし。え、ボール球やで？もうお前ら守備、あ、ちょ、撃たれちゃった、どっち行くどっち行くお前、あ、やられた、あー、やっちゃった、1点入っちゃったってか。お前らほんまにキモいな。もう、失せてくれ。俺の目の前やから。頼むから。ほんまに、今の押さえてるやん。やばいやばいやばい。これはもう負けたな。この試合も負けたわ。
もう終わりや俺。やばない。負け負うない。ちょっとマジで勝たんとやばいんやけど、ほんまに。え、ソロボチやばない。ヒット数おかしいやん、ほんで。まあ、これ勝ったけどよ。ホームラン打てば同点やん。まあ、そもそも変えてこんし。あ、変えてくるか。いや、やばいよ。マジで急ピッチに立たされた男よ。こんなんじゃ俺、あれやん。優勝できないやん。森か。まあまあ。あ、森ってフォークなんや。ナックルカーブ。カットボール。あ、やったわ。終わってんな、マジで、柳田も。優勝って。王さん頼むわ、もう。お前にしか書けへん。頼むわ、マジで。よし同点や。よし、ヒット数でもう勝ったわ。よしナイス。いや、マジでナイス。ライスちゃうで、ナイス。最後まで試合すんの偉いな、この人。よし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 。よし、よし。マジでちょっともう、勝ったけどな。勝ったけど、え、マジで嬉しい。あ、まあ、お前はもうええわ。どうせ、ヒゲ面が。さっさと帰れ。いや、マジで嬉しい。王さんナイス。王様って呼ぼう。ナックルカーブ全然曲がらんやん、この人。体力ないんちゃう？打たせてくれた最後。え、アウトなん？まあまあ、勝ったからええけどよ。いや、まあ、それはな、倍ぐらいちゃうやろうな。ヒット数も違うから。うわ、マジか。同点か。ありがとうございました、本当に。はい、ということでね、リアタイをやっていったんやけども、まあ、勝てなかったんで、申し訳ございません、見ていただいた方に。まあ、謝るべきではないと思うけど、勝てやって話なんやけどね。まあ4対4で、まあ熱戦繰り広げられたんで、まあ見てる方は楽しかったんちゃうかなと。まあ最終回ね、4対1からの見てない方に向けて言うんやけども、まあ3点負けててビハインドで取り返したんが良かったんちゃうかなと。またね、次明日、明後日ぐらいにリアタイの続きの動画上げていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価でよろしく。